ゃべりタイム第2、スー先生はなぜ日本語を習いましたか？前回のおしゃべりタイムの時にお話ししたように、私は韓国で1997年に卒業してからアメリカのオハイオ州立大学へ勉強しに行きました。韓国に住んでいる時も私は外国人の友達がたくさんいましたが、なぜか日本人の友達に会う機会はなかったです。アメリカのオハイオ州に住んでいる時、私の人生初めての日本人の友達が何人かできて、日本へ行ってみたくなりました。日本へ行きたくなったら、日本語にも日本の文化にも興味が出てきました。皆さん、日本の文化だというとやっぱり日本のアニメを思い出しませんか？私も皆さんと同じように日本のアニメから日本の文化に接しました。宮崎駿監督のトットロというアニメから始めました。トットロを初めて見た時の気持ちを忘れられません。可愛いし、不思議だし、心が温かくなるような気分になりました。初めて見た時は日本語が全然できなかったので英語の字幕で見ました。日本語の勉強を始めてからは日本語そのまんま理解してみたくなりました。私が日本語だけできた時見たトトロと、日本語だけではなく日本の文化全体の理解ができた後見たトトロはまた全然違う感動がありました。他の国の言葉と文化まで理解するのは、私の内面の世界をとっても広くさせてくれました。私は今、フランス語を勉強しています。フランス語を習いながら、映画も見たり、シャンソンも聞いたりしています。まだまだ小学生レベルのフランス語ですが、いつか言葉も上手になって、文化の理解も深くなったら、また私の内面に新しい世界が広がるでしょう。皆さんも私と同じような経験ができるよう、皆さんの日本語の勉強のビデオだけではなく、文化に関するビデオもアップするようにします。それでは、私のクラスが皆さんの日本語の勉強に少しでも助けになるようなら、下の赤いサブスクライブボタンをクリックすることを忘れないでくださいね。LIKE のクリックもお願いします。これらは私が次回のクラスを作る勇気とエネルギーになります。よろしくお願いします。それではまた違うエピソードで戻ります。今までスー先生でした。